2023年やり残したことは野毛山動物園へ行くことができてないので来年は必ず行きます FM 横浜 84.7AlphaLink presents RadioLink RadioLink with DJ チーズルフ・コバヤシ 小林千鶴がお送りしています FM 横浜アルファリンクプレゼンツレディオリンクここからは物流物資リンクのお時間です知ると誰かに話したくなる物流業界のいろんなトピックスを深掘りしていきます今回は先週に引き続きお花の流通物流にまつわるお話ですゲストに株式会社ユニバーサルフラワーサービスの代表取締役社長中本武さんをお迎えしております 改めまして、今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。先週は素敵な花束をありがとうございました。いえ、こちらこそ、喜んでもらえると嬉しいです。<laughs> 先週はね、そんな中本さんがお花の物流の世界に入ったきっかけ。また、会社の設立のね、流れなど、お話を伺っていきましたけれども。ユニバーサルフラワーサービスの事業内容、改めて今週聞いたよっていう方のために、簡単にご説明をお願いいたします。 はいあの弊社はですね日本の柿業界において、えー、特に日本の切り花、えー、花木こういったものを、えー、東アジアを中心とした海外に輸出する、えー、輸出商社のビジネスを主にしております。で最近ではあいわゆるその商社の部分のみならず えー、生産にもですね力を入れておりまして、うんえー、長野県であったりあるいは海外もですね、えー、コロンビアに自社農場を持って日本ののおお花の栽培をしております、はい、ありがとうございます。改めてそのかきの流通お花の収穫とか梱包とか輸送に関しましてユニバーサルフラワーサービスとしてどんなこだわりそしてポリシーを持ってお仕事されているのか教えてください。はい あの私もともとあの異業種のバックグラウンドも長いですしまあ基本的に業界的には後発のものなのでやはりちょっと新しい何かチャレンジはしたいというふうに思ってましてもともと私あの大学時代にあのトヨタ生産方式を学ぶゼミに所属しておりましてでトヨタ生産方式の基本っていうのは無理無駄のない良い設計で 作り手から消費者までで物や情報の良い流れを作ることなんですね今はやっぱその花の流通はそれぞれ生産者生産卸 J とかですねあるいは流通卸市,市場加工卸、えー、そして小売店とで生産者から消費者までたくさんの流通業者が介在して成り立っているのが今の花器流通なんですけれども。やはりその、えー 中間の流通業者がみんなそ,のそれぞれやっぱり利益をね最大化するうふうに考えるためやはりどうしてもですねあの生産者末端の生産者そして最終のいわゆる消費者にですねあのなかなかしあの芝居を背がいくような流通になっているんですね。で私はこれをできるだけ生産者から最終消費者に鮮度が良くて安く 届ける仕組みを作りたいなといいううふうに考えてるので私はそのためにはその我々のような消費者に近い卸売業者が積極的に国内の産地に赴いてですねいかに無駄や無理なく物が流れる仕組みを作れるかというのを常に意識して取り組んでますそのためにはやはり気候や物流事情を加味した適地でお花を作ることそして 顧客ニーズに合わせた箱強度ロットなどの出荷形態を取ることそして品質を高めるための可能な限りの努力を生産者が出荷する時点で設計するということなんですねこれが私が考える良い設計良い流れを作る上で重要なことだと考えていますお今お話しされていた後半のところでまず具体的にか気候などを加味してここの産地はこんな花育てているよなんていうな情報って ありますかそうですねやはり例えば輸出に向かってい、えー、くものですねはやはり出口は国内の市場じゃなくて海外のお客さんなので実は出口は空港なんですよね。 空輸になるとそうですね、はい、なので市場までの流通ではなくやはり最終的な海外のお客さんまでの流通を含めて考えなきゃいけなくてそうするとやっぱり、えー、例えば空港の近くで作るとか<ー>物流拠点の近くで作るとかの方がやはり競争力が上がってていいくのかなという,ふうに考えてますねうんうん、うん、その次の部分であの顧客のニーズに合わせた箱強度ロット。うん のこう、携帯っていう話がありましたけれども、うん、まず運び方で、こう、強弱、どんな運び方があるんだろうっていうのを全く知らなくって、これも僕もあの、やって初めて分かったんですけど、あのダンボール屋さんってありますよね。ダンボールメーカーさん、あの、たくさん。実は強度とか、あるいはその厚みとか、うんうん、あるいは素材とか、いろんなバラエティを実は持ってて、で、国内を前提にするとですね、あの、や。 柔らかい箱で薄い箱でもあの問題なく届くんですけどあの先ほど申し上げたように海外に行く時には空輸されますからあのかなり重たいものが箱の上に乗る可能性があるんですね飛行機の中で。でそうなるとやっぱ押しつぶれに対するリスクとかを考えなきゃいけなくてやっぱり頑丈な箱を用意しないとつぶれてしまったりとかあるいはその空港でね荷物をその出し入れする人たちが あの作業が難しかったりとかあの、穴が開いてたら出荷できないとかね、そういうのが問題が出てしまうので、そういうところに気を付けますね。ほぼダンボールですか。ダンボール以外にも何か資材って使われてるんですか。そうですね。あのダンボールを使ってたりとか、あとはやはり、えー、寒い時にはですね、<laughs> えー、あの,あのプチプチありますよね。えー、あ,あ断熱効果もありますからね。そうそういうところにも気にしてあげたりとか。 あと、あの、よく、あの、花なので、繊細じゃないですか。そうですね。だから、傷があると、商品価値が一発でダメになってしまうので。あの、リンゴとかでね、よく、あの、白い、あの、発泡スチロールでカバーしますよね。ね、あの、ネットみたいな、こう、あります、あります、あります。あれをですね、あの、お花につけてあげたりとか。国内以上に気を使った、あの、出荷形態を取ります。が、お花のね、輸出輸入って。 海外との取引の場合本当に大変だと思いますのでその辺りのご苦労、ね、対策今お話ししてくださってましたけれどもなんかその他にここが国内と国外の違いで大変だなっていうことってありますかやはりあのまず輸出するものは植物検疫があったりですね。 で虫が出ると相手国の中で消毒とかされたりとかしますしあとはやっぱりまず商売の勝手が全然違いまして、うん、当然日本語が通じないんですよねまず言語かそう,そうですよね。であとはやはりそのトラック輸送ではなくて航空輸送であることでまたそのお金のね回収もやはり日本みたいな。 感じではできませんから、えー、そこら辺がやっぱり大きく違うところですね。えーえーえー、ああ、そっかそっか、今お話聞いててそうだよなと思ったのが、まあ、国内ならまだ言語はもちろん文化も含めてなんか説明せずとも当たり前に守ってくれるよねみたいなルールなども通ずるものもあったりするけどもそれがない、想像もできないような事情がいろいろありそうですね。はい あの海外についてお話し続けていくと先週も、ね、ちらっとお話ありましたけれどもユニバーサルフラワーサービスでは今年の春からコロンビアでスイートピーの生産を始めたということですがこちらのきっかけと目的を実はスイートピーって、あのー、日本が誇る一番の輸出品目なんですね。うんそうなんですね、はい、ただ、あのー 実はここがの宮崎県とか大分県とか岡山県とかで、あの冬場作られてるんですけど、11月中旬から3月中旬までのたった4ヶ月間しか出荷できないんですね。すごくそれがもったいないなというのがあって、でもあのコロンビアはですね、あの赤道直下のあの南米に位置している国でして、四季がなくて、で今我々が持ってる補場はえ標高2600メーター 富士山の中腹ぐらいのさですよねああ、ええ、でそこの赤道直下の高地だと年中春の気候なんですねえー、そうなんですね。で赤道直下ですから日照時間も長くて気温変化がほぼ一定なので,、えー、で寒暖の差があるここはですね花づくりにとっては世界で一番いい場所なんですね。えー で実際にカーネーションとかあるいはアジサイこういったものの生産は世界一なんんでですすね。ね。そうだったこれもきっかけはあの我々が輸出事業を始めて1年目のですね、えー、3月後半、えー、韓国のお花の輸入業者様がですね日本の季節がもう終わって出荷できないにもかかわらず 品質が悪くてもいいから、とにかくくれくれとスイートピーちょうだいというふうに、やっぱ注文をかけてくるんですね。うんうん、でも、やはり我々、その品質悪いものは出せないという思いがあって、うんうん、でも、これってビジネスチャンスかなと思ったんですよね。うんうん、もしそのスイートピーをもう少し長い期間作ることができたら、これビジネスとして面白いかなと思って。 じゃあ日本とは違う地球の反対側でスイートピー作ったらいけるんちゃうかなとすごい思ったのがきっかけですねすええー。でこれもやっててわかったんですけどやっぱり日本ではお花ってやっぱ四季をね感じるものの代表格じゃないですかそうですね春夏秋冬やりますもんねただ実は外国はそうでもなくてですね一年中安定してあのお花が欲しいんですね これが実は大きな価値となっててなのでコロンビアという一年中春の気候がある場所でこのスイートピーを世界に向けて作ることにしたんですね。で私がこの考えを持った時に実はあのコロンビアにはですねあのたくさんシングルマザーの人あの内戦が多かったので男性が少ないんですねとか識字教育をね十分に受けてない貧困女性層 そして最近ではですねベネズエラの方でですねあの国の状況が良くないので難民としてコロンビアに流入してきている人たちがとっても多くてですねで実はコロンビアの花産業はこうした貧困女性層の受け皿になっているんですねでそこで実は途上国を支援するジャイカ様の <laughs> 支援を 幸いにも受けることができてですね。で、ジャイカ横浜さんと連携して、はいはい、この近くにもある。そうなんです。このすぐ近くのジャイカ横浜さんと連携して、はいはい、あのこの事業を支援していただいてですね、あの早く実現したというのが実はストーリーとしてあります。ーいやー、いろんな種をまいたらつながって花が咲き始めたお話ですね。本当に。本当そうなんですね。素敵。 では最後にユニバーサルフラワーサービスとしてのこの先の展望目標、夢などあれば教えてください、はい、あの実はコロンビアだけではなくてですね実は今年あの長野県でもですねツルメモドキという秋にオレンジの実がなる枝物の畑を <laughs> あの75歳の方からですね事業継承をしたんですね。<laughs> であのスイートピーのようにこういった海外で季節をずらしてリレー栽培することもいいんですけれどもやっぱりいけばなの花材であったり日本原産の花々そして日本でしか作れないものあるいは日本で作った方がいいものいろいろまだ花の種類ってたくさんあるんですね。でやはり今社会的な課題として生産の担い手が減少していく中で やっぱり安定した生産基盤を持つということは非常に重要でしてうん、うん、私はここに役に立ちたいなというふうに思ってましてうん、うん、今後10年間、まあ、目標100ヘクタールぐらいですね、うん、日本の全国でこうした日本で作った方がいい花をですね、えー、生産していきたいというふうに考えています、うん、でお花の消費もですねやはり、えー、業界全体的には今年々減ってるんですけれども あの日本人の皆さんがですね一年にたった1本お花を買ってくれるとですねうん、うん、1> 1億本も需要が増えるんですよおっしゃる通りで。でしょでだからまだまだ実はそのポテンシャルがある業界だと思ってますんで今日から始めましょう「駅前の花屋でバラやガーベラチューリップ1本でいいからこれから会う もしあの女性とですね、はい、会う予定がある男性の方はぜひ、えー、お花屋さんでお花を買ってみてもらいたいなというふうに思ってます。それこそ今年の年末年始ってコロナ禍を経ての今年だから数年ぶりに会うううっていいこととがすすごく多いと思うんですよねだからこそより花が胸にねそう染みますね。1> 1回1回 会う機会がですねお互いにとって忘れられない場になるというためにもぜひですねお花をプレゼントしてあげればあ,あの時お花くれたよねなあのバラの花くれたよねって,言って一生忘れられないね思い出になるかなと思いますいやありがとうございます本当に花って視覚的にその空間をね華やかにしてくれる素晴らしい存在だなって 先週、ね、お花頂い,いて改めて気づきましたしこれからも一お花大好きな人間として、うん、ユニバーサルフラワーさんのエモーショナルな活動応援しております。どうもありがとうございましたというわけで中本さん今回お忙しい中本当にありがとうございました、はい、あのぜひ皆さんあの店頭でお花を買いましょう、はい、ということで今回の物流ものしリンクはお花の流通、物流についてお届けしました。